コーラングレ、またはイングリッシュホルン、コルノイングレーゼはダブルリードの木管楽器の一種である。名称はすべてイングランドのホルンの意味。オーボエと同族の F 管楽器でオーボエよりも低い音を出す。稀にアルとオーボエと呼ばれることもある。コーラングレは楽器の先端部がしばしば用なしと形容されるように丸く膨らんでいるのが外観的な特徴である。 オーボエと同じ指使いで、オーボエより完全5度低い音が出るのを音を出すと、実際にはその下のファ音が出る。このため、オーボエ奏者が演奏しやすいよう、オーボエと同じ指使いの音を同じ音符で書く。したがって、寄付された音から完全5度低くなるへ、超の異調楽器である。オーケストラでは、オーボエ奏者が持ち替えて演奏することが多い。音域は2オクターブ半ほどである。 ただし、オーボの最低音変動音に相当する音、実音で中央波の下の変法を持たない楽器も珍しくない。古典派の公共曲で使われることは少なかったが、ベルリオーズやフランクなどのロマン派時代から多用されるようになった。その独特の牧歌的でエキゾチックな響きから、オーケストラにおいては独創楽器的な扱い方をされる場面も少なくない。基本的には、 オーボエ奏者が持ち帰るが、3巻以上の編成では、単独のパートとして書かれた楽曲も多い。コーラングレの原型となった、オーボエダ、カッチャ、コーラングレはフランス語で、イングランドのホルンという意味だが、この楽器は、イングランドとも、ホルンとも関係がない。コーラングレは1720年頃におそらく、ブレスラウのバイゲル家により、オーボエダ、カッチャ式の曲がった、 艦隊に合わせて、球根系のベルをつけたことに始まる。二つのキーを持ち、ベルが開いていて、まっすぐなテノールを覚え、および朝顔形のベルを持つオーボエだ。カッチャは、中世の宗教画に出てくる天使が吹くラッパを連想させたため、ドイツ語で、インジェリシャスホーンすなわち、天使の角笛と呼ばれるようになった。インジェリスチという語は、天使のの他に、イングランドのという意味もあったため、 天使のツノブエからイングランドのホルンに変化した。他に良い別な名がなかったため、オーボエだ。カッチャが1760年頃使用されなくなった後になっても、この曲がった球根ケーベルを持つテノールオーボエは同じ名前で呼ばれ続けた。コーラングレ専用のパートを持つ最古の還元楽譜は、1749年のニコロ4メッリのオペラ、越洋のウィーン版ンで、 ここではイタリア語で、コうのイングレーゼと呼ばれている。それに続く1750年代のグルックとハイドンの作品でも同様である。他に、ジュゼッペ・ボンのヨハン・アドルフ・ハッセ、ヨーゼフ・シュタルツ・ァーラ・のウィーンの作曲家や、ザルツブルクのミハエル・ハイドンが初期のコーラングレの使用者だった。またグルックに影響された人々、特にエクトル・ベルリオーズもコーラングレを使用した。コラングレは、 また18世紀末のイタリアオペラで使用された。最初のコーラングレ競争曲は1770年代に書かれた。コーラングレという名前からは皮肉なことにフランスでは1800年頃、英国では1830年代になるまでコーラングレは使用されなかった。イングランドのホルンに相当する名前はイタリア語、フランス語、スペイン語などヨーロッパの諸言語でも使われている。 ポーラングレのアングレが中世フランス語のアングルが崩れたものだという説が提唱されたこともあるがこの説は19世紀にコルアングレという語が出現する以前にコルアングルという語が使われたという証拠がないことから否定されているこの楽器の名が普通に現れるようになるのは1741年以降のイタリアドイツオーストリアのスコアで通常はイタリア語で こうのイングレーゼと記されている。フランスでは19世紀のボーグトという名を覚え奏者がコーラングレを得意とし、ロッシーニのウィリアム・テル序曲の有名なコーラングレのソロは彼による独奏を想定して書かれた。ベルリオーズもボーグトを尊敬し、ファウストからの8つの情景作品1や幻想公共曲でコーラングレを使用している。ボーグトは、 ギヨーム・トリエベールと共同して楽器を改良し、その子のフレデリック・トリエベールが1860年代に開発した楽器では艦隊がまっすぐになった。1881年にトリエベールから独立したフランソワロレによって現代の形のコーラングレが作られた。19世紀の最後の四半世紀を通じて英語ではフランス語名、コル・アングレート、イタリア語名、 こうのイングレーゼだけが使われた。今でも英語圏でフランス語名が使われているのは注目に値する。英語の口語では常にコルと呼ばれる。ありがとうございます。